しょ。よいしょ。はい、前回の続き。おお、滑る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 。まあ、前回大山町、埼玉県大山町から帰りますということで終わったんですけど、今会社まであともうちょっと、まあ、とりあえずね、まあ、県境のところを上がっております。まさかまた雪が積もるとは思いませんでした。もう3月の2日、まだまだ雪が降る感じです。冬の雪ですけど、うっすらと積もっとるだけで、それほど厳しい状況ではないのでね。はい、はい、オーバー。若干ちょっと雪、しかも今回は自分のトラックで、この雪、前の動画でね、ラリーみたいって言ってましたけど、今回はラリーどころかトラクションコントロールが入って、それどこじゃありませんよいしょ。ラリーどころの話じゃなく、もうトラクションコントロールでなんとか登っていけるって感じになっております。前の古いトラックはトラクションコントロールついてなかったんで、まあ滑る滑るって感じでしたけど、まあ新しい自分のトラックだけあって、その辺はトラクションコントロールでうまいこと上がっていってくれます。結構こう積もっとるな、これは。よいしょ。まあ対向車の車もないんでありがたいですけど、まだ降るんだな雪。もういらんぞ本当に雪は。頼むぞ。今回もまさかの雪。3月の本当終わりまでちょっと気が抜けないので、気をつけていきましょう。こっちの辺りはだな、昨日自分ここを通ってきたんですけど、こんなに積もってなかったよ。本当、あの雪が溶けて、まあその周りの本には雪がありましたけど、道とか全然なかったのにな。すごい、一日でこんだけ積もったのか、一日なのか半日なのか。昨日の夜はただ濡れとるだけやったんですよ。山の方の天気は分かりません。よいしょ。ちょっと風が強いんで、ちょっと冬のこう木からの雪とか気をつけながら行きます。ふわっと降ると前が見にくくなっちゃうんでね。帰りましょう。よいしょ。まあ、本当サラサラの雪ですね、これは。まあでもこっち側はそんなに今雪が落ち着いとるんで大丈夫でしょう。とりあえずちょっと気をつけて
向かいます。今積んどる荷物は軽いので、ちょっとばかしブレーキも慎重にいきたいと思います。まだ雪が積もってるぞ。さあ、では久々のこっちの峠で雪祭りお送りして終わりたいと思います。ただいま時刻7時15分、早く帰って休みましょう。今日小川町でマイプラで帰ってくるだけですけど、まだまだ時間がかかるので気をつけて帰ります。では今回はここまでにします。またまた雪祭り。ではまた。